空手道の技術練習はもちろんですが、体幹トレーニングや俊敏性を上げるトレーニングも取り入れて、年2回の昇級昇段審査や全国大会への出場を目指し稽古に励んでいます。週に4日市内の小学校などで稽古しています。都合の良い曜日を選んで参加することができます。道場の先生、お父さんお母さん、仲間のおかげで3人兄弟全国に出れることになりました。これからも自分に負けずに頑張っていきます。空手道に興味のある方なら年齢性別は問いません。親子で始められる方もおられます。随時見学体験を実施しています。お気軽にお問い合わせください。